はずです。はい。一番信用できるメディアって何だと思いますか？あ、こういうような質問をしている人は騙されやすいのでやめた方がいいと思います。なんか、信用できるメディアがあるという前提がまず間違ってるので、そういうふうに思ってる人は基本的に騙されやすいので、何を見てもダメだと思います。結局その学歴というか、ある程度偏差値が高いところの学生生徒の方が面白い確率高いんですよね。その頭がいい人の方がやっぱり友達として面白いことが多いので、なので偏差値高いところに行った方が面白い友達も増えるんじゃないかなと思いますけど、この話何回もしてるんですけど、僕がその中央大学っていうところに入ってマジで留学しようと思った理由の一つが、文学部棟を歩いてるときに、まあ、先輩的な人がこう廊下に座りながら、その当時ドラゴンボールっていう漫画が流行ってたんですけど、その週刊少年ジャンプを見ながらかなんか持ちながら隣の友達に、マジ悟空って強えよなって言ってるのを聞いて、あ、本当にこういう頭の悪い人がいるんだ。で、僕はここの大学に4年間通う、こういうことになっちゃうのかなと思って、そのなんか要は現実とその架空の話の区別がつかないような人が、その大学何年も行ってもつかないんだっていうのがなんか、すごいびっくりしたんで、そうはなるまいって思ったんですけど、そういう感じにならたくないのであれば、偏差値の高いところに行くといいんじゃないかなと思います。はい。自分が頭がいいとは思わないんだけど、普段生活していると出会う人の大多数が頭悪くてなんだかなと思う昨今。まあみんな忙しいんじゃないですか。忙しいと、その結局そのどうでもいいことに頭を使う時間がないっていうのはあるんですけど、ただ、周りに頭が悪い人が多いということは、そういう状況でしか生活できないようなところにいらっしゃると思うので、まあその未成年だったら別ですけどね、生まれは変えられないので。ただある程度の大人で自分の周りにバカしかいないっていうことは、自分もバカであるっていうのを認識した方がいいと思いますよ。結局ある程度その頭のいい人で社会うまくいくと、周りに頭のいい人しかいない環境に行けるんですよ。そのコンビニのバイトしてましたとかっていう時って、そのなんか割と頭の良くない人たちっていうのが同僚にいっぱいいるんですけど、じゃあそれなりに優秀になりましたっていうと、結構いい会社に入れて、で結構いい会社って高学歴の人しかいないので、周りで話してもそれなりに賢い人しかいないっていう状況になるんですよ。なのでその周りバカだなっていうふうに思ってたとしても、実はそれ周りがバカなんじゃなくて、あなた自身もバカである可能性があるので、そこはちょっと引いてみてみた方がいいんじゃないでしょうか。ちょっといいんじゃないですかね。自分が頭いいというわけじゃないですが、現職場にいる自分以外の大多数に、この人たちバカではと思い始めたら転職すべきですか？そんな会社にしかいられないということは、あなたはそんなに頭が良くないということだと思うので、客観的に自分を見てみるといいんじゃないでしょうか。頭がいい人は周りも頭がいい人の環境にいますよ。この人は頭悪いなと思う瞬間ってどういう時にありますか？その1から10まで言って、まあ1から8まで理解してくれますとかまだいいんですけど、1から10まで言って勝手に11だと思い込んでる人。要は言ってもいないことだけで、ああ、わかりました、わかりましたって全然言ってないことで、なんか納得しちゃって全然違う方向に行く人って、もうどうしようもないですよね。1から10まで言って、7ぐらいまでしか理解できない人はいるんですよ。で、あ、ここはもう難しかったから、まあいいや、これこうなんだよって言うんですけど、その全然違う理解をしたまま言ってしまう人っていうのは、もうどうしていいかわかんないですよね。はい。そのタイプは困りますね。はい。こんばんは。学生の頃に友人にもらった愛犬を先日、老衰でなくしました。数年前に歩けなくなり、家族交代で介護をしてました。最後は自身の腕の中で見とりましたが、私が介護できる時間が少なく、もう少しそばにいてあげればよかったのにと思言われてしまい、後悔に襲われ涙が止まりません。よくた人生で最も後悔したことありますか？また後悔した時に気持ちが安らぐ方法などありましたらご用意いただきたいです。僕は大体こういう質問に同じ答えをしてるんですけど、瓶ビールのキャップを歯で開けようとして歯が欠けたっていうのが僕の人生で一番後悔してることです。怪我をするやつとかって、まあ、腕切れたとかってほっとけば治るじゃないですか。で、歯って欠けると元に戻らないんですよね。で、人間関係とかも、なんかこう揉めたとかも、謝れば別にいいだけっしょっていうので、なんか、その謝らないうちに相手が死にましたっていうのがないので、
なので、なんか言い過ぎちゃったとかも別にあんまり気にならないですよね。まあ、なんか仲直りできるっしょ、みたいな。あ、でもそれで死んだら死んだの、まあ運命だよねっていうのであんま変わんないんじゃないかなと思うんですよね。で、その過去にやった失敗とかも、じゃあ同じ状況になったらどう判断したかってなると、多分まあ状況が同じで情報も一緒だから同じ判断したよねっていうので、その、自分だったら絶対こういう判断をしないのに間違えて判断をしたというのがあったとしたら、多分めちゃくちゃ後悔すると思うんですよ。割と僕その自分が行動するときに自分が好きでやりたいというのを言う理由で何か行動を選ぶようにしているので、同じ状況になってもそれを選んでたよねっていう気がするので、あんまりその後悔ってならないんですよね。なので多分その犬よりももっと大事なことがあって、でやってましたっていうだけで、で多分同じ状況になったとしてもまた犬と遊ぶ以外のことやってたよねっていうだけで、で僕問題があるとすると、その、死んだ犬とか死んだ人に対して、あなたがこうしてればよかったのにとか、そのタイムマシーンに乗らないと不可能なことを言ってくる人っていう方が僕まずいと思うんですよ。要はその、過去こうした方が良かったよねみたいなことを言うやつって頭おかしいじゃないですか。いやいや、それ、わかったわかった。じゃあどうやるの？やり方教えてみたいな話で、もう言われた通りにするから、ちょっと過去戻してもらっていいかなみたいな。っていうのを、なんか言う人って、僕、あんま身近に置かない方がいいと思うんですよね。なぜなら、バカだから。要はその、過去に戻るってこうした方がいいみたいなことを、冗談で言うならいいよ。笑い話とかね。ただその、相手が傷つくと分かっていて、過去こうするべきだという人って、なんか、よほど頭が悪いか、傷つくということが分からないかで、で、その、自分が傷ついてると分からない人と付き合ってると、またどうでもいいことで傷つけられるじゃないですか。だから接点持たない方がいいですよ。で、バカは付き合ってると、トラブルになるじゃん、足引っ張るので、現に嫌な思いしてるし、足引っ張られてるじゃないですか。だから、その、自分がどうするというより、その、バカと付き合わないって方がいいんじゃないかなと思うんですけど。世の中、頭の悪い人がすごくいっぱいいて、で、頭の悪い大人もすごくいっぱいいるんですよ。っていうのを僕は子供の頃から見ていたので、なのでなんか、一定の年齢を、その過ぎると、人間がすごく賢くなるということはないなっていうのは知ってたんですよね。なので、別にその、例えば飯食って寝てうんこしてれば、時間は経つじゃないですか。で、飯食ってうんこして寝てるっていうのを20年間やった人とか30年間やった人は頭の中身は単に飯食ってうんこして寝てた30歳なんですよ。なので別に賢くなるわけないじゃないですか。なので別に6歳でも賢い子はいるし30歳でも賢くない子はいるので、なので年齢によって人は一定必ず賢くなるみたいなことはないんじゃないかなというのは僕は子供の頃から分かっていた感じです。はい。